ファインダー京都女学院物語は、秋元治による漫画。週刊ヤングジャンプ2017年15から2018年17号まで、不定期に全4回が連載された。コミックスは全1巻。秋元が、こちら、葛飾区亀有公園前発出所の連載終了直後から取り組んだ、4市で新連載、プロジェクトの一作である。秋元は、 本作の執筆動機として、ふんわりした女の子を描いてみたい女の子を通じて、京都の四季を描きたいと語っている。第1話の掲載直後から、本作で描かれた場所や神社、飲食店をめぐる聖地巡礼による観光客が増えている。亀岡市観光協会も SNS を用いた情報発信を行うほか、JR 亀岡駅構内で作品展示を行った。 本作が契機となって、秋元は2018年4月に、京都、亀岡観光 PR 大使に任命されている。京都府亀岡市にある女子校、京都女学院高等部の4人組、高子、つばめ、千鳥、すずめは写真部に所属している日々の、ちょっとした感動を求める、普通の女の子たち。4人が写真部の活動を通して、亀岡市や京都市の魅力を発見していく物語。 4人の2年児から卒業までを描く。ありがとうございます。